にちは、シューコアロット森田シューコです。今日は美魔女ファイナリストが作るトレーニング後にぴったりのパワースムージーを作っていきます。シューコアロットでは、まずバナナからミキサーの中に入れていきます。バナナは疲労回復効果のあるビタミン B が豊富で、ワークアウトで疲れた体にぴったりです。次にアボカドを使っていきます。これは、大関さんですね。スーパー大関さんで買った王様のアボカドというすごい美味しいアボカドです。今日はこのアボカドを4分の1入れていきます。アボカドの切り方は、まず、アボカドの真ん中にナイフを入れていきます。そして、種をぐるぐるっと囲むように切れ目を入れていきます。そして両方を持ってスライドさせてパッと開くと綺麗にカットできました。そして今日はこのさらに4分の1なのに半分を使っていきます。すごく熟して美味しいアボカドですね。熟していると皮がもうペリッと剥けるので、このまま剥いちゃいます。で、ミキサーにかけられるぐらいの大きさにしたら、こちらもミキサーの中に入れていきます。次にリンゴを使っていきます。リンゴは半分、2分の1個入れていきます。リンゴも、リンゴを食べれば医者知らずっていうぐらい体にいいフルーツになります。ポリフェノールが豊富なので、疲労回復効果もあって、おすすめです。リンゴもザクザクっと切って、ミキサーにかけられる大きさにして、ミキサーのコンテナの中に入れていきます。フルーツが全部入りました。シューコアロット。今日は、おかひじきというお野菜を使っていきます。おかひじきは、丘で採れるひじきっていう名前の通り、海藻ではなく、野菜になります。このおかひじきの嬉しいところは、マグネシウムとカルシウムが豊富なので、体の基礎となるパーツを作るのに、欠かせない栄養素を含んでいるので、たくましい体づくりとか、あとは骨粗鬆症の予防とかにも効果的と言われています。今日はこのおかひじきを、大体いつもこういうパックの中に入ってスーパーで売られてるかなと思うんですけど、このパックの2分の1ですね、半分を使っていきます。ではもう、これは水洗いしてあるので、そのまま入れていきます。では、お水を入れていきます。今日はお水は 150ml 入れていきます。とフルーツの水分量でも変わってくるので、120ml ぐらいですかね。ちょっと少なめにお水を入れて、足りなかったら最後に調整するようにしていきます。そして今日はさらにトレーニング後にぴったりのパワースムージーなので、ここにプロテインを入れていきます。私がよく飲んでいるのは、これはオーガニックのヘンププロテインですね。植物性のプロテインもいろいろあったりするので、お手持ちのお好みのプロテインを入れてみてください。
今日はこのプロテインを大さじ1入れていきます。ではこれをミキサーにかけていきます。ではミキサーにかけていきます。お水が足りなかったので、お水を足していきます。はい、では滑らかになったので、これでもう出来上がりです。グラスによそっていきます。シューコアロット。では、グラスに盛り付けていきます。では、可愛く盛り付けていきます。今日はちょっとさっぱりさせたいので、ベランダで育てているミントを飾っていきます。ちょっとあるだけでも可愛くなって、美味しさが増しますよね。美魔女ファイナリストが作るトレーニング後にぴったりなパワースムージーが完成しました。シューコアロット。スムージーをいただいてみます。いただきます。すごく優しい甘さで、疲れた体にぴったりなスムージーに出来上がりました。疲労回復もしながら、栄養補給もできる嬉しいスムージーです。とても簡単なので、ぜひ皆さんも作って飲んでみてください。運動されない方も栄養補給にぴったりなので、ぜひ試してみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。シューコアロット、森田シューコでした。次回の動画でもまたお会いしましょう。ありがとうございました。